こんにちは。前回に続き帝国ホテルをご紹介します。インペリアルフロアに宿泊し、ホテルのサービスを堪能する様子をお届けするので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。コージアスタイルのムートンです。今は帝国ホテル東京にいます。お昼に17階のラウンジでいちごのアフタヌーンティーを食べ、チェックインをするためにロビーへ降りてきました。帝国ホテルは2024年に大規模な建て替え工事が始まります。建て替え後もとても楽しみなのですが、せっかくなので今のレトロなホテルの様子を体験しようと思います。ロビー真ん中の赤いバラがとても綺麗。約1000本のバラでできているなんてすごい作品ですね。赤いバラと対照的な青色の絨毯が特別感を演出しています。大きい柱がシンメトリーに配置されていて、天井が高く広いロビーです。それではカウンターでチェックインをしてお部屋へ向かいましょう。エレベーターで14階を目指します。到着です。本館14階から16階にある特別フロア、インペリアルフロアというところに今回泊まるお部屋があります。フロア専任のゲストアテンダントさんがいらっしゃるなど、このフロア独自のサービスがあるようです。カードキーをかざしてお部屋のある廊下へ進みます。帝国ホテルは明治時代1890年に開業。日本のホテル御三家の一つで、要人を迎える迎賓館として古くから利用されています。今回はジュニアスイートというお部屋です。それではカードキーをかざしてオープン。入って中の扉を抜けると広いお部屋。ベッドとリビングスペースがありますね。窓からの景色も見てみましょう。日比谷の街と線路が見えますね。電車の音も少し聞こえます。それではルームツアーをしましょう。まずは作業机。引き出しの中にはホテルのサービスを紹介する冊子やランテーブル、鏡があります。机の上にメモ帳や電話、コンセントやランポート、変換プラグまであり、海外の方でも利用しやすい作業スペースです。青い空を見ながら大きい机での作業、はかどりそうですね。続いてベッドを見てみましょう。帝国ホテルが開発したスリープワークスという寝具が使われているそうです。インペリアルフロア限定で利用できるこだわり抜かれたマットと羽毛布団。夜寝るのが楽しみです。ペットボードはオフホワイトの革が貼られていて上品な雰囲気。枕元には充電ポートと読書灯があります。このランプは自由に首の部分を動かせ、とても便利。反対側の枕元には電話やタブレット。タブレットを操作してカーテンの開け閉めができるようです。セーフティーボックスもあります。ベッドの正面にはテレビ。テレビ台の引き出しの中にはチャンネルやテレビガイド、ブルーレイプレイヤーがあります。テレビの角度は変えることができ、部屋のどこからでも見れますね。それでは奥のリビングスペースをご紹介。二人掛けのソファーとリクライニングできる一人掛けのソファー、リラックスするのにぴったりです。BOSEの Bluetooth スピーカーや電話があります。続いてミニバーを見てみましょう。ネスプレッソや湯沸かしポット、お水や急須のセットがあります。ネスプレッソは3種類。棚の上にはグラスやティーカップがあります。帝国ホテルのロゴが書かれたティーバッグやドリップコーヒーもありますね。引き出しの中は空っぽ。下の冷蔵庫の中も空っぽでした。コロナの影響で飲み物やスナック提供は注文式になっているようです。奥の扉の向こうを見てみましょう。こちらはバスルーム。洗面台と奥に浴室があります。高級感のある洗面台です。帝国ホテルを象徴するバラも生けられています。アメニティを見てみましょう。シャンプーやボディーソープ、ボディーローションはアユーラです。ラゴラのヘアケアセットや
御木本の基礎化粧品もあります。茶色の引き出しを開けてみると SDGs の取り組みが書かれた半透明の紙、その下にはアメニティが一式入っています。箱にアメニティのイラストが書かれていて、わざわざ開けて確かめなくてもいいのがとても便利。下の段にも上の段と同じアメニティが入っています。アメニティは木や竹でできていて環境に配慮していますね。ドライヤーはパナソニックです。蛇口は銀色で金色の装飾がされており、デザインへのこだわりを感じます。グラスや拡大鏡、ハンドタオルもあります。洗面台の下にはタニタの体重計、バスローブも置かれています。金色の糸で帝国ホテルのライオンが描かれていて特別感がありますね。バスローブの生地は厚すぎず薄すぎず、程よく動きやすい軽さです。洗面台の横にテレビがあり、身支度しながら見れますね。続いて浴室を見てみましょう。日本式の洗い場があるタイプです。シャワーはハンドタイプとレインシャワーの2種類。アメニティも置かれており、バスミルクが2種類あります。浴室の横にはウォシュレット付きのお手洗い。最後に入り口の方に戻って、こちらを見てみましょう。オープン。こちらは広いウォークインクローゼット。ハンガーはたくさんあり、困ることはなさそうです。ランドリーサービスやシューケアセット、不織布のトートバッグもあります。この袋の中にはスリッパ、分厚くて裏には滑り止めがついているタイプです。広い収納スペースもあり、たくさん荷物があっても安心ですね。引き出しに置いてあったパジャマはサイズが2種類。肌触りはコットンの柔らかい生地です。リビングに戻ってきました。チェックインの時にもらったものを見てみましょう。ホテルのレストランで朝食をいただけるお食事券と、朝食の営業時間が書かれた紙。Wi-Fi の速度も見てみましょう。ダウンロードもアップロードも、400Mbps くらいでかなり早いです。歴史のあるホテルなのに早くて驚きました。テレワークにぴったりの環境です。少しくつろいでいたら、着物を着たスタッフの方がウェルカムスイーツを持ってきてくださいました。マカロン、イチゴ、チョコレート、たくさん種類があって嬉しいです。紅茶を入れていただきましょう。まずはマカロン。小さいのにしっかり甘くて紅茶によく合います。これはおかきとホワイトチョコのお菓子。甘じょっぱくて美味しいです。晩ご飯まで少し時間があるので、ホテルのラウンジに行ってみましょう。本館5階にあるインペリアルクラブラウンジです。ホテル宿泊客限定の空間です。中は予約制の会議室以外にもテーブル席があり、ミーティングをしている方もいらっしゃいました。カーテンの向こうに少し中庭も見えます。電話ブースや国際電話もあり、歴史を感じます。飲み物は有料で、私はカフェラテを注文。たっぷり入っててゆっくり時間を過ごすのには嬉しいポイントです。ごちそうさまでした。晩ご飯の時間になったので、レストランのある地下へ向かいましょう。地下はホテルのアーケードになっていて、お店がたくさん。連絡通路を通ってタワー館へ行きましょう。アーケードができて100周年だそうで、レトロな雰囲気です。連絡通路の突き当たりにあるフレンチレストラン、ラ・ブラスリーに到着。さあ、入りましょう。中はタイルでできた床と赤いソファーでアンティークな雰囲気。こちらのお席でいただきます。ソファーは柔らかくて快適。店内は程よく仕切られており、落ち着いてお食事をいただけそうです。白いテーブルクロスにカトラリー。
銀色のカトラリーは重厚感があり、とても綺麗。ナイフにはダイオールのシンボルがついています。メニューを見てみましょう。今日は帝国ホテル伝統のフルコース。ワインのメニューも豊富です。一杯目はオリジナルスパークリングカクテルのダチェスを注文。グラデーションが綺麗です。元宝塚の方と帝国ホテルとのコラボの一品だそうで、小さいバラが可愛らしいですね。乾杯。前菜を持ってきてくださいました。野菜と鹿肉のテリーヌです。色合いが綺麗ですね。野菜のテリーヌはさっぱりしたお味。鹿肉のテリーヌはずっしり濃厚です。パンはフランスパンと蜂蜜風味のくるみパン。スープは目の前で注いでくださり、特別感があります。お魚料理も食べました。こちらも美味しかったです。次はお肉料理なので赤ワインを注文。ワインとともに和牛イチボ肉の煮込みをいただきます。お肉が柔らかくてスーッと切れます。いただきます。よく煮込まれたお肉が柔らかいのはもちろん、赤ワインベースのソースが濃厚でザ・メイン料理という感じがしました。食後の最後はデザート。紅茶とコーヒーが選べ、紅茶を注文しました。ワゴンの中にデザートがあり、この中から選べます。私はイチゴとピスタチオのタルトを注文。ケーキのサイズが大きく、満足度が高いです。濃厚なディナーでした。ごちそうさまでした。個人的には量が多く、味付けがしっかりしていたので、次は薄味の和食を食べてみたいと思いました。それではお部屋に戻りましょう。お部屋に戻ってくるとターンダウンがされていました。ベッドの脇にはマット。枕元にテレビのリモコンとチョコレートが置かれていますね。さらに明日の天気が書かれたカード。ありがたい心遣いです。さらに机を見てみると、夕刊が2種類置かれていました。サイドテーブルには可愛いピンク色のチューリップを置いてくださったようで、とても癒されます。それでは、インペリアルフロア夜限定のドリンクサービスを利用しましょう。タッチパネルに飲み物のメニューが書かれており、電話で注文すると追加料金なしで飲み物をいただけます。ペリエとリンゴジュースを頼みました。晩ご飯でお腹いっぱいなので、持ってきてくださったおかきは明日食べましょう。すっかり夜ですね。夜もしっかりホテルを楽しみましょう。事前に予約していたジムで運動し、その後バーへ行きたいと思います。エレベーターで中2階まで降ります。エレベーターを降り、ロビーと反対の方向に進みましょう。こちらはショップがあり、さらに本館からタワー館へつながる連絡通路にもなっています。赤い絨毯で落ち着いた雰囲気の廊下ですね。フィットネスへ向かう道のりもいい運動になります。しばらく歩いてタワー館の客室やサービスアパートメントの入り口に到着。カードキーをかざして入りましょう。この建物の20階にフィットネスがあります。エレベーターで登りましょう。20階に到着。待合スペースにはソファーがあり、くつろぐことができます。受付でアメニティももらえるので、手ぶらで来れますね。手続きを済ませ、ロッカーの鍵を受け取り、運動する準備をしましょう。ロッカーの中にはタオルも入っています。更衣室で履く使い捨てのスリッパもありますね。ドライヤーや基礎化粧品もあるので安心です。着替えて一度待合スペースを出て、廊下を歩いた先にフィットネススペースがあります。有酸素やウェイトトレーニングもでき、程よく充実した空間です。おしぼりやお水は追加料金なしでいただけ、一部他の飲み物も販売されています。タオルやヘッドホンの貸し出しもあるようです。窓からは外が見え、新幹線や車が走る様子は、
いつまでも見ていられます。運動して少し汗をかいたので、スパのお風呂に入り、サウナで整いましょう。すっきりしました。休憩室でお水を飲んで少しゆっくり。一日の最後にバーへ行きましょう。本館の中2階へ行き、ロビーを左に奥へ進みます。オープンな雰囲気のロビーと違い、静かな空間で、まるで隠れ家に向かっているような気分です。オールドインペリアルバーへ到着。100年前の本館の面影を残しており、当時の様子がわかる写真も展示されています。バーの一番奥の席にご案内いただきました。店内の壁はレンガを基調とし、席は茶色の革が張られていて落ち着いた雰囲気です。メニューを見てみましょう。お酒の種類が豊富ですね。この日は昔の本館ライト館が開業100周年を迎えたことから、その記念カクテルがありました。せっかくなので記念カクテルをいただきましょう。ルジェンドというバーボンと甘酒の入ったカクテルと、100年の感謝という桃をベースにしたノンアルコールのモクテルです。ルジェンドは甘酒の甘さもありつつ、ジンの強さも感じるカクテル。運動してバーに来て、帝国ホテルを堪能できた夜でした。ごちそうさまでした。それではお部屋に戻ってお風呂に入り、寝る準備をしましょう。お風呂は自動給湯器です。バスミルクを入れてゆっくり浸かります。すっきりしました。寝る前のベッドチェック。枕はどちらかというと柔らかめ。ベッドは固めです。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。朝です。朝の目覚めの運動として、予約していたプールへ行きましょう。昨晩行ったフィットネスと同じフロアにプールがあります。2レーンあり、水深1メートルくらいのコンパクトなプール。外から光が差し込み、とても気持ちがいいです。それではお腹も空いてきたので、朝ごはんを食べに行きましょう。昨日の夜にも来た地下のアーケードへやってきました。レストラン街の一番手前にあるナダマンに到着。和朝食をいただきます。店内は和風のテーブル席です。和朝食はご飯とおかゆが選べ、私はおかゆを選びました。大きいお茶碗におかゆがたっぷり入っています。お味噌汁と副菜、焼き魚は鮭です。おかゆにはちりめんじゃことだし醤油をかけていただきます。程よい塩加減とおだしの味が美味しい。卵焼きは甘めの味付けでした。ごちそうさまでした。プールで泳いだ後に染み渡るほっこりする朝食でした。それではチェックアウト前にお茶と昨日いただいたおかきを食べましょう。和風カレー味で少しスパイシーさもありサクサクです。それでは帰りましょう。インペリアルフロアのサービスはもちろん、レストランやフィットネスで帝国ホテルを堪能できた贅沢な時間でした。いかがでしたか？コージアスタイルでは心地よいコージーな時間をお届けします。ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、良い一日を。